はい、皆さんこんにちは。今日もマナーロードやっていきたいと思います。前回ですね、一応いろいろなことを試して分かったことがいろいろありましたので、今回はまた皆さんと一緒に新しく作っていきたいと思います。ということで、まずはいつもの通りですね、マップの方を確認してみましょうか。隅っこの方にいて、でこれ借りてと、ベリー系は遠いのかな？少しベリーが遠いところにあるという感じですね。で、拠点がここと。で、粘土、石、木の方もちょっと遠いかなと。あまりここ、木を伐採してしまうと動物さんとかいなくなってしまいますので、ちょっと不便な場所ですが、まあ、これでやっていきましょうかね。よし。さあ、そして地形の方も見ておきましょう。地下水。地下水も変なところにしかないな。小麦。小麦はまあまあですね。アーマーは無理。ライ麦はいける。大麦はまた絶望的ですね。で、今回は前回の得たことを活かしていこうと思います。とりあえずどこに進もうかな。まず畑関係が大麦とかいけませんので、まああんまり上の方には進めないでおこうかな。そしてですね、こちら交易の方を取ってしまうと、まあ簡単にちょっとなってしまうので、これも今回は取らないでおきましょうかね。どうしようかな。リンゴとかは少し取るかもしれませんが、まあ基本は左の方に伸ばしていく感じかな。もしくは炭だけちょっと作って、これを売り買いしたお金とかにしましょうかね。まあ、とりあえずそんな感じでやっていきましょう。ということで、まずは、初期のものを作っていきましょうか。一番最初ですね。どうしようかな。まずは道を引いていこう。で、ここに狩りをする場所がありますので、ここ引っ張っておきましょう。そして、まあ、狩り小屋はまだ作らなくていいかな。そして、まずは引っ張る。なんかすごい、くにゅくにゅ曲がるな。なるほど。自分の杭が置いてある、牛さんがいるところがあるからですね。で、どうしましょうかね。家の方と、あと伐採所の方を作らないといけないんですけど、まあ、伐採所一番最初の仮で近くにちょっと作っておきましょうか。出来上がったら範囲指定して、こちらの獣の場所には行かないようにしておきましょう。そしたら、どうしようかな。あとは、まあ、ここから伸ばすか。ここちょうど、狩りとかの場所から伸ばして、行きましょうかね。で、町の方をどうするかだな。町の方もちょっと作っていきたいんですけど、まあ家作っていきましょうか。最初にちょっと裏庭がでかいやつを作っていきます。まあ縦長の方がいいかなと思いますので、ちょっと縦長で作っていきましょうか。で、入るのがどこまでだろう。下から行きましょう。ここまでですね。こんな感じで行きましょうかね。最初木材が3軒分ぐらいしかありませんので、まあ赤く出ますが気にしなくていいかな。マイナスをして家の件数減らして、3軒分とりあえず立てていきましょうか。まあこれぐらいの、2軒とかでもいいかな。そしてちょっと回転させよう。道路を挟んだ両側のところに家があった方がちょっといいので、3軒か。3軒、2軒。どっちがいいかな。まあ、ちょっと2軒にしておきましょうかね。で、道の方もちょっと引いておきましょう。よし、こんな感じで引きましょうか。さあ、これで、あと1軒分は建てれますが、まあ、とりあえずスタートして、ゆっくりと建てていきましょう。で、まずはこちらですね。伐採所の方を建ててくれないと材木がありませんので、まあ、伐採所の方を建てると。はいはいはい。これで OK。
どうしようかな。ここにある木を少し今後持っていく感じにしましょうかね。はい。で、伐採所が立ったら人を、まあ、2人ぐらい入れておきましょうか。で、今のうちに道の方もちょっと作っておきます。よいしょ。で、まあ、これでいろいろ作ってくれてるんですが、あとは薪かな。薪もちょっと作っていかないといけませんので、こちら木こりの小屋も、最初に仮置きでちょっと建てておきましょう。またこれは移動できますので、木こりのところは上のところの矢印で場所移動できますので、こちらは変更していきましょうかね。よしよしよし。家の建築が始まりました。まあ、今回は裏庭がめちゃくちゃ広いですので、まあ、食べ物が尽きないように早め早めにちょっと作っていきます。まあお金がまずないときは野菜から作っていきましょうかね。はい、こちらの方なんか言ってきていますが、ああ、どうなんだろうな。いきなり正当な権利などない。いきなり、お金をくれば。てか、影響力がちょっと必要なんですね。まあいいや、何も返事しなくても問題はありませんので、まあ何も返事せずに放っておきましょう。では、建築の続きやっていきます。さあ、一番最初の家ができましたね。で、こちらの方をいきなりですね、畑、作ってしまいましょう。これ早め早めに作れば、早ければ9月に収穫が間に合うかな？間に合えば、まあ食料の方は問題なくいけると思いますので、もうこれで作ってしまいます。さあ、2軒目もできますね。よしよしよし。で、ここにも縦に道が入るかな？ギリ入りますね。あ、やばい。変な風になる。よし、ここに道を通しておこう。さあ、これで家の方がとりあえず2軒、その間に、木材の方がさらに取れてますので、家の方をもっと建てていきましょうか。ここも裏庭がでかいようにちょっと作っていきましょう。どんなもんかな。まあこんな感じで道引いてからにしましょうか。道を縦に引いて、さあ、そして、家の方を建てていくと。こんな感じでいいかな。こんなもんですね。これもなんか畑みたいに南毛原みたいな感じで、場所の大きさ出ると結構いいですが、出ませんのでね。適当に建てていきます。今回はどうしようかな。まあ、今回も2軒でいくか。ちょっと2軒でかいな。3軒にしておきましょうかね。これで5人全員、最初の5家族全員は、家がありますので、まあ問題なくいけると思います。よしよし。そしたら続いてはそのまんまですね。市場の方もちょっと作っておきましょうか。あんまりこれいっぱい作ってしまうと、ここの自由な場所が全部埋まるまで多分次のところ作ってくれない気がするので、まあ、最初どれぐらいだろうな。8軒か。そこらあれば、まあ問題なくいけると思いますので、8軒分ぐらい建てておきましょうか。で、道路を挟んでいくと。これもちょっと行きましょうかね。はい、ここか。さあ、こんな感じでちょっと建てておきましょう。その後ろに、倉庫関係もちょっと建てておきましょうか。食料と、普通の倉庫ですね。これも建てて、そこからできるだけ近い場所に市場があるようにして、倉庫から市場への物資の供給が早くできるようにしていきます。よしよし、結構これでいけますね。はい、2つ目のやつも、ここも畑にドーンしちゃいましょう。さあ、早速ですね、この人が畑を耕していますので、まあ今3月なんでまだやれますね。野菜を取ってもらいましょう。さあ、これでしばらくは、まあ、建てるものも特にありませんので、まあ、引きこりに人1人ぐらい入れておけば問題ないかな。こんな感じで全員の家ができるまで少し待ちたいと思います。忘れてましたが、こちら伐採所ですね。詳細設定のこの作業エリアの方で、木を切る範囲選べますので、まあ、動物さんとかが被らない程度の場所を
選んどいてあげましょうかね。これで動物さんの場所は狩らずに済むと思います。よしよしよし。さあそして次のやつも作っておくか。食べ物関係ですね。まずは狩り、こちらでお肉取ってもらうようなのを作っておきましょうか。えい、はいはい、これで OK で、ベリーの方が結構遠いんだよね。なので少し回り道していきましょうか。これどこまで道が引っ張ってあるんだ。ここですね。ここまでは道が引っ張ってあるので、もう少し伸ばしておこう。はい。で、ちょっとこちら、動物さんのところを迂回するような感じで作っておきましょうかね、道は。で、ここから入ると。あ、これ、どうだったっけな。ベリーのやつも道とかでなくなったりするのかな？ちょっとわかりませんので、まあ少し離れた場所に立てておきます。で、ここで採取小屋の方を作っておけば、まあベリーを取ってくれると思いますので、あ、やばいな。木の数結構減った？はい。まあいいや。とりあえず最初の方にこれで食べ物の方をしっかり確保していきましょう。さあこちらですね。カリウドさんの野営地できましたので、一人だけとりあえず入れておきましょうか。これで、今回多いところだね。40匹動物がいるので、10匹になるまでは狩り続けてくれるということになっていますので、まあ10匹になったらしばらく繁殖するまで少し狩るのはやめておきましょう。よしよし、これで、まあしばらくの、食料には困らないと思いますので、このまま行きましょう。それとですね、こちらの人なんですが、もう1軒分建てとかないときついかな。今、まあ一家族でこの畑全部やってるんですけど、まあ一家族ではほぼ終わりませんので、まあもう1軒なんか人が住むところ作れますので、ある程度余裕ができたらこちら人を増やすために、作っておきましょうか。さあ、家の方も徐々にできてきましたね。これで3家族分今できてて、まあ今2軒作ってますので、OK と。それと、外に出しっぱなしのパンとか物資の方を早めにこちら、入れてもらえるように倉庫の方もしっかり立てていきましょう。はい、ということで、こちら、最初の5人分の、5家族分の家ができましたので、最初のポイントがもらえます。さあ、これをまずはどうするかだけど、いきなり木炭を作ってしまいましょうかね。意外と木炭が高く売れますので、こちらのを作っていきましょう。薪から木炭を作るといった感じですね。なので、最初はこちらにドン置いておきましょうか。そうか。ちょっと待ってよ。でも、こちらあれだな。木炭とかの場所を変えようかな。まあいいや。最初はとりあえずこれにしておきましょう。あ、それとですね、今、ちょっとと、倉庫ができたので、盾と槍の方がもらえましたね。こちらは最初プレゼントしてくれますので、これを使って、まあ、敵が来たら撃退していきましょう。さあ、こちらですね。好感度の方が、まあ、野宿の人がいなくなって、で、食べ物が2種ですね。現在肉、鹿とかを飼ってるのと木の実の方を取っていますので、2種入っていますので、まあこれで 50%、好感度 50% 以上だと、移民の人が来てくれますので、まあそれをちょっと待ちましょうか。それとですね、伐採所の方を移動させていこうと思います。まあ上の方に変えようかなと。はい、こちらに変えていきましょう。そして、木こり小屋の方も、まあ、変えていこうかなと思います。で、木のところをまとめたところに、森林を作ってくれるものを建てていくという感じで、ここでずっと木を取り続けられるような感じの環境を作っていきます。で、あとは、とりあえず、まだ働く人がそこまで多くありませんので、まあ、することはありませんので、しばらく待ちましょうか。さあ、新たな家族が引っ越してきてくれましたね。これで合計6家族になって働ける人も増えたと、いうことですので、ちょっと家の方も、もうちょっと建てていきましょうか。今、こちらの長屋みたいな、なんだろう、これ。もう一個のオプション的なちっちゃい小屋に人が住めるようにはなってるんですが、まあ、一軒家ちゃんと持たせてあげたいので、家の方も建築していきましょう。木の方は20本あるので、いっぱいできますね。
で、次はどうしようかな。そこまででかい裏庭は必要ない、ヤギか何かを飼おうかと思いますので、まあ、この普通の大きさで問題はないと思いますね。動物系は裏庭の広さで比例していっぱい取れるとかはなかったような気がしますので、まあ、4軒分一気にドン立ててしまいましょう。よし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 。さあ、そして、まだ伐採所とかが出来上がっていませんが、まあ、出来上がり次第こちらは変更していきましょう。さあ、こちら畑の方ですけど、2家族でやってるのかな？今、合計4人でやっていますね。まあ、ちょっと住民の方見てみましょう。手で耕していますとか、やってますね。3人か。採取していますもいますので、まあ、こんな感じで。2家族でこちら全部の畑を見てくれるということで、まあ広々とした畑でも、まあ一世代よりかは、まあ楽かなというところですね。まあこっちもちょっと作っておきましょうか。よし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 。さあ、そしたらまだ家の方は出来上がっていませんので、まあこのままちょっと作っていきましょう。人手ができたら続いてはどうしようかな。森を再生するための場所もちょっと作っていきましょう。さあ、10月でもうすぐ冬が来ますということですね。今年もギリなんとか野菜の方は少し手に入れることができましたので、まあ、食料としては大丈夫です。ちょっと、炭焼きの小屋とか、なんだろう、こちらの木こり小屋かな？こちらの木こり小屋とか移動とかしてたので、燃料の方がめちゃくちゃ少なくなっていますね。ちょっとこちらのある物資、物資もないか。まあこちらはちょっと急いで作ってもらいましょうか。伐採を人ちょっと減らして、まあ木こり小屋に少し入れとけば問題ないかもしれません。よしよしよし、これで OK ですね。そしたら、あらかじめですね、他のものもちょっと建物作っておきましょうか。どうしようかな。次にやっぱりお金でいろいろ買えるように交易所とかがまあ欲しいかなと思いますので、こちらに交易所の方をとりあえず建てておきましょうか。よしよし、これで OK。で、まあ、あとは木を伐採した木をですね、板に変えるのが必要ですので、まあこれ板にしてくれるところも、まあ人を入れる入れないは別として、初めに建てておきましょう。まあ人が増えてから入れても問題ありませんので、まあこれで入れていけばいいと思います。さあ、これでしばらくは、まあ何も特にすることなく人を増やしていけば問題ないと思いますね。11家族住めるところに今9家族しかいませんので、まああと2家族は入ってくると思います。はい、こちらですね、交易所もできましたね。で、最初はこちら航路を開かないといけないんですけど、まあこれお金を貯めないといけませんので、まずは板材の方を作って販売できるように、とりあえず航路だけ作っておきましょうか。まあ、木は取り放題ですし、そこからまあ板に変えていくだけなので、まあ、特にコストはかからないと思います。そしてコストがかからない分、大量に作っても、まあ、さほど利益になりませんね。なので、交易路を作るお金を貯めたら、続いては、こちらの下の方にある木炭ですね。こちらを解放するために頑張りましょう。60かかりますが、まあ木炭一つで5ですね。5で売れると。まあこの薪から木炭に変えるのも、まあ原材料費はタダですので、まあかなり儲かるのではないかと思っています。はい、現在1月ですね。資源の方は木材がまあ21、そして板材が20ということで、まあ結構あると思います。食べ物の方も、まあ野菜が取れたおかげで、今肉が19に木の実が56と、3月になるとまた木の実の方は収穫できますので、まあ食料に関しては困りませんね。そして、ね、薪の方が63の木炭25ということです。あと、地下産を通ってる生川ですね。こちらが、42ありますが、まあ、こちらの方も早めに川に変えて販売していこうかなと思っています。まあ、とりあえずはどうしようかな。
食料庫のアップグレードをしよう。まあ余裕がまだあるから大丈夫か。倉庫の方が必要かもしれませんので、とりあえず倉庫をアップグレードしておきましょう。そしてまだ人の方が一家族分余ってますので、トレードの場所、交易所の方に入れて、取引で木材ですね、こちら、いや板材か、板材の方を輸出すると。で、最低限10残してくださいよと、10を超えたやつは売ってくださいということにしてありますので、まあ、これで次の交易路ですね。まあ、木炭、木炭かな。木炭を目指していきましょう。はい。ということで、まあ、1年目結構駆け足で進んでしまいましたが、今日はこれぐらいで終わって、また次回ですね、この続きやっていきたいと思います。それでは皆さん、ありがとうございました。Thank you.